おはよう、こんにちは、こんばんは。今、どの時間で見てくれているかしら。それともおやすみなさい。毎週火曜日の週1番組、モリコの部屋へようこそ。お届けするのは私、アクア、モリコです。よろしくねー。この番組は、お寄せいただいた質問やお悩みにお答えしたり、他のチャンネルを紹介したりと、皆さんが自由に参加できる企画になっています。そして今週のお題は、意外と少ない身近なアクア友達何人いますか？です。パフパフパフ。日本のアクアリウム人口は、2015年調べで約1100万人。日本の人口は1億2000万人だから、総人口の 9% の人間がアクアリウムに馴染みがある。そういうことね。10人声をかけて1人見つかるか見つからないか。ってことになるんだけど、身近にアクアリウム友達っているのかな？そういう素朴な疑問から今回のお題を出しました。ちなみに朝日は、YouTube 以外のリアルなアクア友達は0人。遊びに行った家でも水槽を見たことがないみたい。朝日は0だけど、皆さんはどうでしょう？早速、紹介していくわね。トップバッターは、山新さん。今、一番身近で、アクアリウムを一緒に楽しんでいるのは、職場の同僚ので一人だけですね。意外と身近にいないんですよね。でも、YouTube で、毎回コメントのやり取りをするようになって、YouTube を始めてよかったなぁと思います。顔も年もわからないですが、すごく身近な存在で、ここでやり取りしている方たちもある意味アクア友達と、勝手に考えちゃってます。いつも動画編集大変ですが、朝日さん本当にありがとうございます。ということで、実際は会社内でもアクアリウムの話になるのは稀かも、アクアショップでたまたま会ったとかじゃないとなかなか話題にならなさそう。それでも同じ趣味の方が職場にいてくれるのは嬉しいわよね。やっぱり YouTube や別の SNS で発信するのが同じ仲間を見つけるチャンスなのかな？配信するのも時間がかかるから。朝日も喜ぶと思う。山新さん、私も動画配信応援しているわ。今週もありがとう。続きまして、ウーパーちゃん、森子さん、朝日さん、こんばんは。次回の回答、アクア友達は0人なんですよ。学校でアクアリウムをやっている人は僕だけです。今は高2です。誰かアクアリウム友達になってください。ウーパーちゃん、高2なんだ。おてこ TV の視聴者の年齢層で、13歳から17歳の視聴回数が全体の 1.1% と、100人中1人ということで、ウーパーちゃんの存在はとっても貴重。私が言うのもなんだけど、森子的には低年齢層も意識していて、でも10代には全く見られていないの。だからやっぱり、学校でウーパーちゃんだけ。というのも頷ける。ウーパーちゃんの動画はコメント数がすごいから。YouTube ではお友達いっぱいじゃない。これからも増やしていきましょう。私も当然友達を。ウーパーちゃんありがとね。続きましては、22さん。身近なアクア友達。朝日さんと森子さん、かっこ笑い。勝手に身近に思ってすいません。ママ友に、何人か夜店の金魚買うって相談されたり、旦那さんがメダカにハマったって話は聞くものの、金魚の友達は早々に金魚が星になっちゃったり、旦那さんとは接触ないしでアクア友達っていないですね。もっぱらどう買うかを聞かれるだけです。インドアの趣味だしお散歩が必要なわけじゃないので仕方ないかな。動画見ながら一人で黙々と楽しんでます。ということで、ママ友の話の中で話題は出るものの、アクアリウムに本当に力を入れている人は少ないかもしれないわね。友達と遊ぶにしても、外に出て食事会とかになるから、実際に家に行って水槽を見る機会はないかもしれない。確かにインドアの趣味だから、アクアリウムを人に見てもらうとすると、SNS で写真や動画をアップしてお友達作るしかないのかもしれないわね。黙々と楽しむのもアクアリウムならではなのかしら。223に関しては、朝日曰くレジェンドだからね。これからも応援お願いします。223、今週もありがとう。続きましては、トマトポッケさん。森子さん、お疲れ様です。お題ですが、アクア友達は2人です。つながりは、私の店に来たお客さんが、美容院で、アクアのことを話したことがきっかけで、お友達になりました。私は、床屋さんとか美容院は、正直行かないです。家で奥さんに切ってもらってます。が何かの縁かな。と思い、人生で、初めて美容院というところ行きました。店内のシュリンプ水槽がすごくてびっくり。それから仲良くさせてもらってます。あと一人はてっちゃんです。いつも楽しい動画作ってもらってます。ということで、トマトポッケさんのお店のお客さんが、アクア友達というのも、お店を経営しているこそのつながりで、人生初めての美容院でのシュリンプ水槽がすごいというのも縁があるってことよね。出会いは宝というし、こういう出会いのエピソードも素敵だと思うわ。もう一人はてっちゃんということで。まあ、朝日=てっちゃんなんだけどね。これも YouTube をやっていたからこそでもあるわ。毎日配信してこれるのも、みんなに支えられているからこそなの。出会いも大切にしていきたいわ。ちなみに私も友達よね。トマトポッケさん。今週もありがとう。続きまして、姉さん。冒頭は、先週のお題の水槽のお掃除にまつわるエトセトラからの感想で、パソコンさん新しくなっていかがですか？動画アップお疲れ様です。とても勉強になりました。我が家は小型水槽ということもあり、皆様よりもうんと楽なのかもしれませんが、やはり面倒に思うことは多々あります。キッチンカウンターに置いてあるので、切り売りの細いチューブを、サイフォンの原理でダイレクトに排水でございます。ズボラですね。以前アベニーさん流してしまい、怖い思いさせてしまいましたので、目を離さず。です。メラミンスポンジは強い味方ですね。ちなみに、アクア友達はゼロでございます。ということで、キッチンカウンターからダイレクトに排水は、これ以上にないくらい楽な水替え。出し水も手軽で最高じゃない。でも、アベニーさんには注意してね。やっぱり、身近に、アクア友達ってなかなかいないものよね。手当たり次第、アクアリウムやってます。で、アピールするのも少し変だし、ひっそりと楽しむ感じになっちゃうのかも。これからは、私と朝日も友達に入れてくれるかしら？姉さん、今週もありがとね。続きましては、カエイさん。森子さん、こんばんは。お題、友達。朝日さん。リアルでは、周りにやっている人はいないですね、しょぼーん。金食い虫だし、手間暇かかるし、安易に進められないのが正直なところです。愛知の夏はえぐい暑さで、夏の対策だけで満冊が消えていきます。逆に、冬はヒーターのみで越せるんですが、アクア友達、欲しいな。ということで、金食い虫は言えることよね。熱帯魚だとヒーターが必要だし、近年は猛烈な暑さで逆に冷却が必要。それに水槽を揃えるだけでも大きな出費。簡単におすすめできないわよね。水槽も綺麗なだけじゃなく、糞や苔掃除も大変だし、水は重いし、女性にはちょっと大変な趣味かもしれない。リアルなアクア友達、きっかけがないとなかなか繋がっていかないわよね。でも、当然私たちは友達よ。カエイさん、今週もありがとう。続きましては、ミノル12283。お題ですが、アクア友達は無数にいます。メダカの割合が多いですが、約200人中、メダカ3割、犬3割、爬虫類3割、金魚1割ぐらい。ほぼインスタきっかけで、メダカのお店に行ったり、個人のお庭にお邪魔してメダカを分けてくれたりしています。まだ見ぬインスタ友達に会いに行くのも今後の楽しみです。インスタ復活してみたらどうですか？インスタのいいねくれるフォロワーのみんなって、いい人しかいないんですけど、なんででしょうね。行きつけのアクアショップの大将もそうですね。膨大な知識で、へえっていつも感心しますよ。でも、一番の友は神さんです。プレコが好きすぎて、LINE のアイコンとかがプレコなんですよ。そんなところがいい。ということで、すごい猛者がいたものね、200人。メダカだけじゃなく、爬虫類、犬などジャンルが様々。そして、お庭にお邪魔してメダカを分けてもらう仲になる。その行動力にあっぱれだわ。朝日は、インスタも少し上げていたんだけど、ほとんどやっていないみたい。ツイッターも、ちょっと不定期になってきてしまっているし。でも、そういうつながりが SNS でできるのが、いいところよね。でも一番は神さんか。なんか、私までドキドキしてきたわ。とっても素敵。同じ趣味で語れる間柄がいいわよね。アイコン、プレコがまた渋い。ということで、ミノルさん、今週もありがとう。続きましては、黒犬247さん、森子さん、朝日さん、お疲れ様です。アクアリウム友達ですか？リア友を誘惑してるんですけどね。ハマりにおいでよ。でも、他人から見たら底なし沼のように見えるみたいで敬遠されがちです。なので、回答はいません。ということで、気軽に声をかけられる間柄のリア友にも、なかなか食いついてくれないのが、アクア友達を作る難しさを物語っているわね。底なし沼か。どんな趣味もそうだけど、特にアクアリウムは、飼育アイテムがいっぱいあるから、手軽に始められないのかも。そのアイテムをアレンジしたり、改造したりして、飼育していくのが醍醐味でもあるんだけどね。黒犬さん今週もありがとう。続きましては、ポンヒロさん。おてこ、お疲れ様です。涼しくなりました。朝夕の気温差で体調崩さないようにしてくださいね。アクア友達はいません。朝日さんアクア友達になりませんか？一方的ですみません。ということで、本当に、最近は、朝晩の寒暖差が広くなってきて、体調管理が難しくなってきたわね。お互い体調に気をつけましょう。当然、ポンヒロさん、お友達を、毎回、ほっこりするコメント楽しみにしているもの。これからも、動画配信頑張るからよろしくね。ポンヒロさん、今週もありがとう。そして、今週の鳥は、エイハヤさん。一番聞いてほしくない話題。アクア友達いる？基本、持ち出すことができない水槽なので、語り合うにも見せることもできません。なので、今は、梅酒ボトリウムを作成して持ち運ぶことを、計画しています。とってもあって丈夫なので、なんとか流行らせたい。ということで、画像も送ってくれたので、それがこちら、まず、一番聞いてほしくない話題、アクア友達いる？今回のお題が、まさにそうなんだけど、全体的に見ていない方が多かったわね。そこを打開すべく考えられた。このボトリウム。アクアリウムはインドア。という概念を変える、そういう代物。この写真を見て、衝撃が走ったわ。そして、なんとか流行らせたい。この思いが具現化された。梅酒ボトリウム、すごいわ。私も、この思いで、動画作成頑張るわね。エイハヤさん、今週もありがとう。それでは、今週のお題、以上になります。今回友達が一番多かったのは、ミノルさんで段違いだけど、アクアリウムに力を入れている友達はいない方が多かったわね。ただ、それは、リアルな友達ということで、YouTube を含める SNS は、アクアリウムの楽しさを共有するとも、その輪を広げる意味ではとっても大切な、コミュニティということが分かった気がする。でも一番は画面を通してではなく、実物を見た方がいいに決まっているから。エイハヤさんの持ち運べるボトリウムは画期的だと思う。いろいろな感想、今週もありがとうございました。そして、次回、新しいコーナーを立ち上げます。それは、こちら、森子さん、ちょっと聞いてよ。森チョコのコーナー。パフパフパフ。このコーナー、アクアリウムをやっていると、日々いろいろな出来事が起こると思うの。例えば、水槽を立ち上げましたとか、新しいお魚や商品を買ったとか、お魚が一斉にダンスを踊り出した。みたいな偶然のスクープ映像とか、あと、飼育に関する悩みや、お魚の絵を描いたから見せて、などなど、とにかく、日々発生したことを、森子に聞いてほしい。そういうコーナーです。このコーナーは、お題とは別に常に募集しています。気がついた時で構わないので送ってね。応募方法はいつもと同じなんだけど、必ずはじめに、森子さんちょっと聞いてよ。の文章を必ず頭につけてご応募ください。森子さんちょっと聞いてよ。新しいお魚買っちゃった。みたいな感じの文章になります。そして、初めてのコーナーなので、来週は今週のお題をお休みして、森チョコのコーナーのみで配信します。来週以降は、週替わりの今週のお題と、常に募集している、森子さんちょっと聞いてよ、森チョコのコーナーの2つのコーナーで配信したいと思います。もう一度言うけど、森子さんちょっと聞いてよ、の後に聞いてほしい文章を記載してね。まあ、なくても勝手につけちゃうけどね。応募方法は、Twitter で、ハッシュタグ、おてこ TV、YouTube のコメント欄、Google フォーム、こちらにて募集しておりますので、応募よろしくね。では、森子の部屋、お送りしたのは、私、アクア、森子でした。じゃあねー。森子からのお願い聞いてくれるかしら。チャンネル登録まだの方、チャンネル登録よろしくねー。動画の感想コメント待ってるわ。応援してくれると嬉しいな。よろしくねー。